皆さんこんにちは、スマデラの小池陽人です。今日はですね、スマデラの納骨についてご説明したいと思います。スマデラではですね、2種類の納骨の方法がございます。まず1つ目なんですが、この後ろに、あります万霊堂共同墓地ですね、合祀墓でのご納骨のについて、ご説明したいと思います。共同墓地ですので、こちらは骨壺からお骨を取り出して、このお堂の下がお土になっておりまして、そちらに散骨させていただく。ですから納め切りのお堂なんですね。一度ご納骨していただいたらお返しすることはできません。ここでずっとお祭りしていくことになります。こちらの万霊堂の納骨はですね、骨壺の大きさにかかわらずお一人5万円のお布施をいただいてご納骨することができます。基本的にそれ以降かかる費用というのはございません。こちらではですね、毎月1日に、合同崩落を挙げております。合同崩落といいますのは、1日の3時半から僧侶がこちらに参りまして、お参りの方と一緒にお勤めをしてお焼香していただきます。この万霊堂はですね、言うならばみんなのお墓というようなことになっております。2万人以上の方がもう納骨されておられまして、まさに、お参りが絶えない場所なんですね。365日いつでもどなたかがお参りに来られて、お線香、おろうそく、お花をお供えしている、本当に寂しくない、みんながみんなの供養をする場所になっているかなと思っております。昨今では先祖代々のお墓を祀ることができない事情の方も増えてきておりますけれども、そういう方も寂しくない拠り所となる、ありがたい場所ではないかなと、私も思っております。祈りを重ねていきたいと思いますので、この万霊堂のご納骨ぜひご検討いただけたらと思っております。続きまして、スマデラの納骨堂、青葉殿と書いて松葉殿と読む、納骨堂のご説明をさせていただきます。ご覧ください。こちら松葉殿のご本尊様、阿弥陀如来様でございます。この阿弥陀如来様の後ろが広いお部屋になっておりまして、こちらが納骨室になっております。松葉殿にご納骨できるお骨というのは、のど仏の本遺骨、小さい骨壺のみとなっております。こちらを5年間10万円という形でお預かりすることができます。5年間10万円ですので更新制になっておりまして、5年後更新の手続きをしていただきましたら、引き続きこちらでお預かりすることができます。5年間はお部屋の中に安置しておりますので、お骨壺を直接見ることはできません。更新の時にご予約をいただけましたら、お骨壺とご対面していただくことができますので、更新の際はぜひご予約していただくことをお勧めいたします。仮に5年経って更新をしない場合には、先ほどご説明しました万霊堂の方へお移しさせていただく。その時にかかる費用というのはございません。さて、この2通りの納骨の説明をいたしましたが、納骨の手続きの流れをご説明したいと思います。まずはここ松葉殿の電話番号にお電話をお願いいたします。078-731-1213番へ、ご予約、ご納骨のご予約の旨をお伝えいただき、お電話ください。でその際にですね、個人様の情報ですね、お名前、戒名、命日、行年、俗柄などをですね、お伝えいただきたいと思います。その日時が決まりましたら、こちらの松葉殿の受付にですね、5つのものをご用意いただいてお申し込みに来ていただきたいと思います。一つはお骨ですね。そしてもう一つは火葬埋葬許可書。そして三つ目が身分証明書。4つ目が認めの印鑑。そして5つ目が納骨料でございます。先ほどご説明しましたように、万霊堂のご納骨でしたら一霊様5万円、そしてこの松葉殿の
納骨室でのご納骨でしたら10万円のお費用が必要でございますのでご用意をお願いしたいと思います。この納骨料以外にですね、年間にかかる管理費用などは一切ございません。ご理解いただけたらと思っております。松陽殿では毎日度胸供養エコーというのを行っております。一礼様につき3000円にて、供養を受けたまっております。お時間ですが、最初が10時11時12時1時2時3時4時まで1時間に1回毎時0分スタートで供養を行っておりますので、お申し込みいただきたい供養したい時間の、5分10分前までには松陽殿の受付にお越しいただいて、お申し込みいただけたらと思っております。所要時間は約20分から25分ぐらいの度胸供養になっております。皆様のご先祖様、亡くなられた故人様の月命日ですとか、あるいはお盆の供養、お彼岸のお参りなどに、またエコーにお参りいただけたらと思っております。エコーが終わりましたら経木塔婆をお返しいたしますので、皆様にはその経木塔婆を持ってこの坂を降りてですね、八角堂経木供養所の一番奥にある阿弥陀如来様のところへ経木塔婆をお供えいただき、お水を手向けてお帰りになってください。そしてここ松陽殿では毎年年2回合同の供養祭というのを行っております。春の供養祭が4月17日、夏のお盆の供養祭が8月17日からでございます。ご納骨いただいた方には毎年ご案内を差し上げておりますので、お申し込みいただいて、みんなで度胸供養する供養祭にもご参加いただければと思っております。年3日間だけですね、このエコーが受けられない日にちがあるのが、その供養祭の日2日間と、そして年末の大掃除である12月29日のみでございます。あとの日はですね、もうずっとここいつ来ていただいてもお参りいただけます。この後ろのですね、供物台でお供えをしていただき、そして昇降台にてお昇降して自由にいつでもお参りいただけたら幸いでございます。